痛いのは嫌なので防御力に曲ぶりしたいと思います。は、ユーミカによる日本の小説。メディア等での略称は、防震理。2016年5月より、小説家になるを似て連載されている。書籍版が、角川の角川ブックスより刊行され、イラストは狐印が担当。2021年1月時点で、コミックする計発行部数は83万部を、 シリーズ累計発行部数は120万部をそれぞれ突破している。メディアミックスとして、追い元次郎による漫画版が月刊コンプエースにて2018年7月号から連載されているほか、2018年12月6日より、特設サイトで沢野明による4コマ漫画、4コマでわかる防震理が配信中。また、テレビアニメ化も企画され、 1> 第1期は2020年に放送され、第2期は2022年に放送予定。痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。ラインウォーズのタイトルでゲームアプリがリリース中。友人の白峰リサに勧められて、VRMMO ニューワールドオンラインをプレイすることになった本上風は、メイ y ップルという名前でプレイを始めることになった。しかし、 ゲーム初心者であるメープルは痛いのが嫌だという理由で不人気の大立てを選び、ステータスポイントもすべて防御力に振る、曲振りをしてしまう。曲振りしたせいで悪戦苦闘するメープルだったが、そこから偶然が重なって様々なスキルを獲得し、レベルが上がるとそれで得た、ステータスポイントをすべてごく振りすることを繰り返した結果、無敵の防御力を誇るようになる。さらに、 ダンジョンで採用にいる、毒竜を奇想天外な方法で倒し、レア装備とレアスキルを獲得する。そして、第1回イベントで、レアスキルと、驚異的な防御力で、他のプレイヤーたちをことごとく無傷で帰り討ちにして、見事3位の成績を収めたことで、一躍注目の的となる。その後、サリーコトリサも参入し、様々なプレイヤー及び運営スタッフたちから、 注目されながら、メイプルは、ニューワールドオンラインをプレイし続けていく。恋の孔は、テレビアニメ版の声優。メイプルと、サリーによって結成されたギルド。メンバー数は8人だけと10人にも満たない、弱小規模だが、第1回イベントの上位10位以内が3人いる。さらに運営の悪ふざけで用意された、入手困難な、隠し装備やスキルを手に入れた。 一筋縄ではいかない異常枠のプレイヤーで占められているため他プレイヤーからは人外魔境魔界と呼ばれるほど恐れられているトッププレイヤーのペインとドレッドが立ち上げたニューワールドオンラインのに大ギルドの一つ彼らを筆頭とする実力者揃いで戦力も規模も最大級を誇るミイラ第1回イベントの上位10位のうち4人が所属するニューワールドオンラインのに大ギルドの一つ アニメでは第2回イベントの時点でミーが多数の名前の出ないプレイヤーを従えパーティーとして形を成していた上位ギルドの一つ五層を探索していたメープルがベルベットの来撃らしき雷を見て近づいたことで知り合うアニメ版では第3回イベント第4回イベントで名前がある上位ギルドの一つベルベットから強いプレイヤーが レベル上げをしている場所の情報を得たメープルとサリーが探索して出会った。リリーとウィルバートが二人で行動する際は状況に応じて攻撃役と支援役を入れ替え役割に応じた装備に変化する。アニメ版では第3回イベント第4回イベントで名前がある。付与されているスキルの詳細はスキルを参照。ユニークシリーズ一団上に一つきりの装備。単独 なおかつ、ダンジョンボスを初回戦闘で撃破するという非常に難しい条件を最初に達成したプレイヤーのみが取得できる特殊な装備。ステータス上昇や破壊負荷、破壊成長などの特殊な特性を持っており、取得したプレイヤー専用となるため他者への譲渡は不可。その他の装備作中で使用される主なスキルのみ記載する。 メイプルのスキルサリーのスキルクロムのスキルイズのスキルカスミのスキルカナデのスキルマイというのスキル複数のキャラクターが所持するスキル第一期は2020年1月から3月まで ATX 他にて放送された ATX では放送前に全話ダイジェストが放送されたメイプル役の本土によるとメイプル役はオーディションで決まったものであり最初から決まっていたわけではないという 1> 第1期の放送終了後に続編の制作が発表された。2021年1月9日に第2期が2022年から放送予定であることが発表された。メイプル役の本土楓とサリー役の野口ルリ子によるウェブラジオ、メイプルとサリーの防御特化とインターネットラジオが、おっと泉にて配信。初回は2020年1月15日に配信され、 2020年4月7日まで各週火曜日に更新された。ありがとうございます。